ぶっ飛びチャンネル始まるよ。皆さんこんにちは、下町ぶっ飛びチャンネルです。今日はですね、くくいど茨城県坂東かな、くくいど放水路だか用水路の裏の水門、利根川か、利根川のワンドみたいな水門みたいなとこにやってきてます。ここで今利根川が増水して、このワンドが熱いぞと、ここが釣れるぞと、そういった垂れ込みが昨日入ってきたので、早速今日調査にやってきました。今見た感じベイトがすごい、そんで一人先行の方がいたんですけど、自分らの前でラージを一本出してました。でも昨日ここに垂れ込みがあった情報ですとスモールだったんですけど、なんか結構ぷっくらした。ラージオどっちなんだろう、川寄りのがいいのかな、あっち寄りの方がよ、スモールいるんじゃない、お、今当たったな、およ今当たりがありましたぞ。勘違いじゃなければ、くくいど逆さがのポイントと子供の作り方に関しては子供の作り方が得意と。なるほど、よっしゃ、今日はここでやっていくぞ、はい、今これ浩司さんからいただいた、あんまうまくね冗談です、いただきます。これはこれは助かる。ここ昨日小山支部の岸さんが10分で2本あげたという、去年ちなみにここには来てますが、根がかりの嵐で釣りになんなかったのですか。よし、ここで今日はスモール。ダマさん、はい、あくまでも今日の狙いはスモールだ。スモールですか。あ、奥で釣れてる、奥で。いや、いいことっすね。出れば出るだけ、ちょっとこの試合逃すな、おめ、はい、よし。ギルスか、おー、でも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 出たぞ、トム。よっしゃよっしゃ、コウジさんが早速ギルですが1本、こっからいい試合入ればいいけどな。さあやったぞ、ミスタートム、バスを持ってきてくれ。20センチぐらいか、取ってんな。手が20だから22、23。イエーイ。水揚げ成功。で説明してくれ。シザーコーム3インチのピンクのダウンショットで。うん、おでどうやったの？動かしてたのか。動かしボトムでこの鉄食い。うん。そこシコシコしてら。シコシコってなんだお前。コツコツ動かしてら。なんだお前。大きいボンって持ってったら。合わせたらそしたら釣れました。おー、ナイス。はい、雨玉
どこに？足元、足元、足元。ニーゴだ、ニーゴ。ニーゴやだ、ユーヤだよ。いやいや。ユーヤだ、もう。ランディングネット山本さんですね。おーおーおお、地合いだ、地合い、地合い。ランディングネット山本さんにヒットだ。おい、つとむ。ランディングよ、おい。でかいね、サイズアップしてる。下でキャッチしたら、下で。ランディングよ、おい。ミスターつとむ、サイズアップしてる。滑れ、そこ滑れ。滑れない。ランディングネット山本さんのバスを今ミスターツトムがさあ今この水門に地合いがやってまいりました。で乗るときにボンって蹴っ飛ばさんと。よっしゃやったいいよいいよ、それで自分でボートでロープ引っ張ればいいんだよ。まあ、みんな帰ろう。ひどいこと。山本さん、魚だけもらってさ、どうしてやねんよ。もう当たり行こう。で、今終わりました。山本さん、はい、今日は見事に、はい、ラージを釣ることに成功した。はい、成功しました。ちなみにどんなリグで釣ったんだ。シザーコムの3インチ の、 あのシザーコムのダウンショットで釣りました。うん、引きはどうだった。引きはそこそこ引きましたね。当たりはな、当たりはめちゃめちゃしょぼかったです。分かんなかった。はい、めちゃめちゃ引き弱かったけど、めちゃめちゃ引きましたね。はい、まあだけど楽しかったです。はい、最高やん。え、ミスターストーム最高じゃねえかい。なんじゃここは。こんなとこスモールいるぞ、ミスターストーム。はい、え、どう思う。いただきだと思います。これはいただいたと。今私たちが立っているのがこれ利根川ですのワンド。なんじゃここ。よし行くべ、はい、なるはやでセッティングお願い。皆さんこんにちは、下町ぶっ飛びチャンネルです。今日は利根川、茨城県坂東市、ここは利根川です。利根川のワンド、言ったらこのワンドのこっちに行くとくくい戸の放水路、水門のところです。昨日はその水門のところでミスターツトムが1本ラージをね、そしてランディングネット山本さんがスモールを1本で、私デコりましたので今日はリベンジにやってまいりました。いやここは出るわ。ここはね、この地元のね、中学生だっけな、中学生たちがくれた情報のポイントなんですが、ここで結構バス釣ってるらしいんで、今日はここで大型のスモール狙っていきたいと思います。よろしくどうぞ。2体鯉かな、でけえ魚影が 2本。うん、バスじゃねえわ。あれバスだったらもう世界記録だわ。いや、やだぜ、でっけえ鯉なんてかけたの。思ってるよ、あいつら足元にいたりする。あるじゃん結構。
おおお、明確だ。どこで当たってるの？投げてる。よし、よしよしよしよ。どうだ？バスっぽい。よっしゃ。さあミスターストーム、立ってもいいんじゃね？なんだろうな。バスだろ。おバスだ、バスバスバス。よし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 。さあミスターストームがやったぞーい。いやいや、もう上げちゃった方がいい。そんな慎重なんかやってたらバレちゃうから。やったーい、やったやったぜ、ゲット。なあ、身長よりこっちの方がいいだろ絶対に、うん、こいつめちゃめちゃ引いた。お前まだこだわるのか。いや、こだわってないですけど。ちょっと待って、逆光だ。写真も撮りたいから。うぃ、やったー、ワーム何なんだこれ。お前、え、お前あれか、俺に釣らせないように。いや、そんなことない。ちょっともうちょい前来れる。俺に釣らせないように。お前さっき OSP って言ってたのにレインズじゃん。俺に釣らせない作戦か。それはない。よし行くべ。俺もそれにすっか。昨日ランディングネット山本さんよ、あのやっぱり壁際で釣ってたよ。壁際。うん、俺はよ、あ、当たってる。あー、バレた。当たったな、今。追っかけろ。ギルもいいんだっけ。多少なりいるらしい。ちょっと当たりが今こすんごい細かかったか。連打みたいな当たりしてた。うん、今当たったわ。完璧に当たったわ今。ただブル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 だよ。あ、まただ。ほら、昨日浩二さんたちが言ってたらこれか。この辺りか。よっしゃ、しょぼい。ギルだ。こいつだ、犯人。あそこ当たるよく。あ、当たってるぞこれ。よし、来た。これでかい。スモールだ。絶対スモール。うわー、バレたー。くそー、完璧スモールだよ今の。皆さんおはようございます。下町ぶっ飛びチャンネルです。今日はですね、坂東市、茨城県坂東市の利根川リベンジ4日目、私昨日もミッション失敗でな、トム。はい。昨日はちょっとあそこ水の状態があんまり良くなかったな。良くなかったですね。どうだ、非常に悪かったの。非常に悪かった。まあ水のせいにはしたくないから、あそこはもうバスは絶対いるし、いいポイントなのは分かってる。でみんな釣れてる、俺だけが釣れてないということで、俺が釣らないとな、やっぱりおすすめポイントとしては紹介ができないから、はい、今日こそは俺が釣ってみんなにな、いいポイントとしてここは釣れるんだぞっていうポイントとして紹介していきたいと思います。
で今日はこの浅間爪から狙って絶対に釣りに行く。昨日はよ、つとむ、ちょっと暑すぎた。確かに、あのね、太陽がガーッとかでも暑さじゃなくてね、もう蒸し暑くて具合悪くなった。で、気圧も高かったの。高かった、今日は昨日に比べたら気圧も低いから、絶対チャンスだと思う。よし、行くぞ。はい、よし、絶対今日こそ釣ってやる。今んとこまだギルのあたりもねえな。ギルも動いてないってことだろ。普段ギルが当たるじゃん。そのギルの当たりもない。でやっぱあの壁沿いにいるから、壁際に、あい、向こうの、うん、壁のキワキワにやっぱり魚ってついてる。うん、ちょっと当たってるな、これギル系の。ほら、これいいかもしれん。よし、食った。よっしゃ、つとむ、これバスだ。よし、ついに来たくせ。これバスだろ、つとむ、ランニング。よっしゃ、やっぱり壁のキワキワにいたよ。ほれ、あれ、やった、ラージだ、でかいじゃん。でかい、よし、よっしゃー、やった、でかい。ちょっとつもり、竿がここに。で、手を払って。はい、よし、40。間違いない、40あるな。はい、やったー、あそこの壁キワキワにいた。やったぜ、やっと出た。間違いない、40ある。やった。うわ、嬉しいぞ、ここでの一本。お前、あぶねえ、つとむ、見ろこれ、もう本当に可愛い。これもあのランニングでお前下手したら、お前このよし読んじゃんな。はい、やったよ、しかもラージかい。はい、よし、いやー、サンキューサンキュー、朝からありがとう。おい、やっとリベンジ達成したな。遅いぞ、早く返してくれ。おいし、サンキュー、ありがとう、また会おうぜ。よっ、うわ、クモのネストにかかった。ネビュラチェーンにかかっちまった。よし、着いたぜ。はい、昨日はね、ここにカメが仰向けで何者かにやられたような跡があって、あっちにはね、鳥の羽がね、いっぱいなんかあれしてたから、多分な、つとむ、おそらく昨日ここでよ、鳥とカメがやり合った形跡あったよな。なんか一悶着あったんだろ、あいつら、あいつらの中でな。ここは言ったら、ほら、あそこさっきのほら水門、はい、右に見える水門あるんだろ、あそこの、あれが、さっき俺がラージ釣ったとこで、ここはこの間ツトムがスモール釣ったべ、うん、で釣っただけじゃなくて、あの日を、うん、結構当たってたじゃん。結構当たってた。ってことはなんか知んねえけど、ここスモールな、うん、いるんだよな。なんで、ちょっとまあ、なんでここにスモールがいると思う？自分は、うん、あの日
下の男より強いのと弱いのがあって。何？あれガンガンだから、うん、でそっちで今度上だとあの北のちょっと汚いから、ここちょうど中間地点でちょうど綺麗なところなんですよ一番。水が、うん、水が水が生きてんだな。つとも前回この辺で釣ってたじゃんこの辺、うん、そこのなんかここでは何か意味があるのか。そこなんか沈んでストラクチャーちょこっとあるんですよ。沈みストラクチャーを狙ってるか、うん、ちょこっとあるんで。じゃあ俺やってみる。エビがいっぱい取れたんだろ。取れましたね。じゃあエビがいいのか。おお、びっくりした。エビ言ったらモエビだろ、モックンだろ。ツトムはあっちだって言うけど、俺はもう明らかにここに魚が固まってると思う。言ったらこうやって日陰だし、ここだけで水は動いてるし、でやっぱりあの壁の際だよな。あそこでバス釣れる。あ、なんか今すごい勢いで持ってってるこれ。ほら。あー、ギルかな。やっぱりあの、あ、食った。なんだ今。お、ラインがぐーわー走ったぞ今。走ったっていうかラインが浮いた。うん。これいるかもしんねえ、つとむ。ほら。つとむ何、あー抜けた。抜けたわ。糸が走ったんじゃねえんだよ。浮いたんだ一瞬、ぐわーって。なんだ今の。相当でけえバスだったかもしんない。これが壁だとすんじゃん、この竿が。ここを、スイングインパクトがゆっくりこの壁沿いを魚がこうやってゆっくり泳いでるイメージで投げ、あの流してる。やっとリベンジを果たしたぜ。そうですね、4日間周りはな釣れてるからいいポイントなんだけど、はい、なぜか俺だけな釣れない日々が続いた。はい、でも今日な早起きして、43センチのラージ上げることができたから、はい、今回の利根川くくいのね、はい、水門とかをおすすめポイント紹介として、あ、おすすめポイントとして紹介することができるから、はい、いやー苦労したぜということでね、はい、次はあなたの街にぶっ飛びチャンネルがやってくるかもしれない。おい、ミスター・ストム。はい。見ろ。浩二さんがよ。はい。ルアーをこんなにいっぱいをくれた。すごい、大量。すげえだろ。多分あの人のことだからよ。うん。どっかで万引きしてきたんだろう。冗談です。これはよ、もう釣れそうなワームがいっぱいあるから。ほら、沈み虫だとか。はい。で、特に浩二さんってこういう、ほら、こういうのとかな。ちょっとケイテックとかもいっぱいあんだよ、うん、ほらたくさんある。色取り変化って色取りこれで、これなんか売ってないやつだ。これじゃねえかな、こういうのとか。あの人ほらトニラオリジナルカラーとかね。ああ、それ好きだよね。そう、結構持って。あとこれとかほら、あ、釣れんだよな最近。レインズ、レインズストームの好きなセコ釣りだろ、うん、ストームこういうの好きだもんな。好き。見てみ、ここは。あ、そのレインこういうのとか。浩二さん多分こうやってケイテックとか好きだ。ほら、匂い系が好きなんだね。こういうの、こういうの、これ見ろ、うん、もうね、浩二さん本当にありがとうございました。ありがとうございます。こんなにたくさんの盗品を。違うか。よし、これでな、うん、これからもいっぱいバスを量産して、でその期待に応えれるようにな、うん、いっぱいバスのよ、はい、釣れるポイントをよ
どんどん探していこうぜ。わかりました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。